毎週木曜日はサンテレビガールズと一緒ということで、今日登場していた、もう出てきましたね、島崎るり派さんです。はい、サンテレビガールズの島崎るり派です。散々ワンちゃんの動画が好きだと言っていた私なんですが、実はついにワンちゃんを家族に迎えることになりました。ということで、こちら現在の空の様子は雲一つない青空なんですが、風がかなり吹いています。ですね、風強いね。手元の温度計では29度となっています。最近気温が少し下がったかなと思っていたんですが、ここ数日気温がぐっと上がり、まだまだ秋は遠そうですね。そうですね。ということで、今回はシャボン玉を使った実験を紹介します。シャボン玉、何をする？こちらは自由研究がまだ終わっていない人におすすめなんです。実はシャボン玉って雨の日の方が空気中の塵やホコリが少なく、シャボン玉が割れにくいんです。今日は砂糖を混ぜたシャボン液と塩を混ぜたシャボン液、どちらが割れにくいのかを調べてみます。スタジオの檜山さん、どちらの方が割れにくいと思いますか？どちらの割れにくいとなったら砂糖の方が割れにくそうな感じするけどね。甘いかな。なるほど。それでは砂糖の方から実験を始めてみたいと思います。そんな甘い考えでいいのかな。いきます。OK、 始まりました。綺麗に飛んでない？ほらほら、穏やかな感じで綺麗に飛んでるよ。こんな感じでした。いいんじゃない？それでは次は塩の方吹いてみたいと思います。今割れてなかったね。風強いけど壊れた。はい、ちょっと風が吹いていて分かりにくかったんですが、正解は砂糖でした。風が吹いていなかったら私の顔ぐらいまで大きなシャボン玉ができるんです。理由としては、砂糖を水に溶かすとネバネバしますよね。実はその粘り気がシャボン玉の膜を丈夫にしているんです。一方、塩分はシャボン玉の膜の水分を奪うので、すぐに割れてしまいます。皆さんもぜひいろいろなものをシャボン玉に混ぜて試してみてください。なるほどね。最後に吹いてくれてる。ありがとうございます。いいよいいよ。本当やね。ほんまや。立派な。シャボン玉ね。なんかあずささんのね、お子さんが自由研究まだやというか、これね、ちょっとそのまま取っていって。そうですよね。塩と砂糖、さてどちらが大きくなるかっていうので。実験してみました。ですね。このまま。他にもあるから、なんか冷蔵庫とか、なんか食器棚、だから食器棚にはない。調味料いろいろできるね。ね。いいですね。ちょっとお醤油とかね、さしすせそ全部混ぜて、いいかもしれない。いいかもしれない。